夜のソステニトーク。この番組はソフトテニスに改革を起こしたい3人のメンバーが集まり、ソフトテニスのさらなる普及を目指して様々なトークに沿ってお届けしていきます。はい、ということで今回のテーマは荻原さん、まずですか。はい、今日のテーマは、なぜ強豪校へ行くのかじゃないか、待って、なんだっけ用意してなかった。はい、荻原さん、テーマをお願いします。はい、今日のテーマは、なぜ強豪校を選んだのかということについて話したいと思います。イエーイ。あー、ちゃんと言いました。1回目はい、成功しました。じゃあ本山さんの方から、じゃあそのなぜその寮生活をしてまでこう、はい、強豪校に行ったのかということを聞かせてもらえますか。そうですね、まあ、私は中村学園という福岡の学校に行ってもう寮生活でやってたんですけど、まあ、正直中学校の時は、まあ、そんなに大変じゃないだろうくらいな感じで、すごい、わお、ずぶと。事情知らなかった、事情を知らなかったんです。ただなんかこう活躍してる選手がいるから、そういう人と一緒にやってみたいって感じで、まあ、本当に門を叩き入れてもらった感じだったんですけど、まあ、なかなかね、あのやっぱ厳しいこともありますし、もう一回高校に戻れって言われたらだいぶ考えますから。そうなんだ。そうなんですね。しんどかった。まあ、でもそれがまたあのいい経験になってるし、今こうして本当にソフトテニスに関わらせてもらってるし、今でも、だから、まあ、辛かった分、あの人生の糧になった部分もすごくあると思いますね。なるほどね。っていう感じかな。はい、はい、じゃあ荻原くんもね、東北高校ですか。そうですね、僕も岐阜から東北に行ったんです。上にね、なんでそっち行ったんで。僕はその中学3年生の時にあのインターハイ優勝してたのが東北高校だったのを見て、まあ、その中学校の時に全国大会優勝するっていう夢がこう叶わなかったので、まあ、日本一を目指すなら東北高校が一番近いんじゃないかっていうことで、まあ、東北高校を選びました。そこであの僕が一個ちょっと言いたいことがあるんですけど、あの僕自身が今ね、東北高校に行って、まあ、地元の岐阜県から、越境して、まあ、寮生活をするっていうのを経験したんですけども、まあ、僕自身が今こう振り返って思うのは、まあ、地元でもしやれるところがあるのであれば、まあえて強豪校に行ってやらなくても、まあ、地元のみんなで一緒に地元で勝とうっていうのを目指すことの方がなんか僕はこう意義があるのかなっていうのを今すごく感じてます。実際は、まあ、自分がね経験してるんであんまりこう説得力はないんですけど、まあ、なんかあまりにも今いろんな県から出ていろんな強豪校に偏っちゃってるのを見ると、まあそうですね、はい、なんかもうちょっとそんだけみんな強い子が地元にそれぞれの県にいるなら地元でこう活躍してもらった方が多分恩師とかも多分嬉しいだろうしなっていうふうに思います。そうですね。なんでその篠田さんみたいにこう地元でやられてる方のこう意見とかも聞いてみたいなって思うんですよね。そうですね、あの奈良ってあのそれこそその良い私はでも本当にその高校なかったんで、純粋に商業高校で、まあ、そこの授業なかったし選びたいしっていうので行って、で部活もぶっちゃけ私は公式の方がしたかったし、なるほどな、公式テニスなかったし、で何しようかなと思ってたら
たくなっちゃって、でもすごい楽しかったですね。本当にやめることなくもうずっと続けて、でも、なるほどね、本当にみんなで頑張って楽しかったなと思います、なんかこうやっぱ大事なのってその競技を愛し続けられるかってことだと思っていて、それが強豪校に行っても逆に嫌いになっちゃう人も正直いるじゃないですか。そうですね、いると思いますね。そこにね、そこでした経験によってやっぱり変わったりするから、なんかこう自分が好きでいられるのはどういう環境かなっていう価値観から考えても面白いのかもしれないです。これすごい分かりやすくていいですね。私は今本当にどちらかと緩く楽しくっていうテニスを、それがまあすごい楽しくって、なんで全然それで続けていったらいいんじゃないかなっていうのは思いますね。でも、まあ、僕はなんだかんだその中津川先生のところでこう指導を受けたことが、まあ、結果的にその、まあ、日本一ってところにつながったと思っているので、ただやっぱその指導者ありきっていくところに関しては、まあ、やっぱりその、まあ、あんまりこう否定的には言えないかなっていうのが、まあ、僕の意見ですね。そうですね、私もやっぱり中村の他の先生はもう人生の恩師っていう方なので、まあ、そういう出会いがあるっていうのは強豪校だからこその部分はあるかもしれないですね。そうですね、はい、やっぱりそこは、はい、ね、まあ、私たちもこういう感じで今でもいろいろ議論になるくらいですから、今ね進学で考えている子たちも悩みがあるかもしれないので、ちょうど受験シーズン、確かに、ね、まあ、私たちでもしお答えできそうなことがあるかもしれませんので、夜ステニで何かお悩みなど教えてください、任せてください。小木先生が任せてください。小木先生がカンボジアから教えてくれる。カンボジアから返すんで。はい。はい。じゃあ今回はこの辺で。はい。バイバーイ。バイバーイ。